ユーマ、いよいよゲオルグとの決戦ですね。うん、緊張してる？少し。でも怖くはありません。ユーマがいてくれますから。僕もだよ。キリカが一緒なら必ずゲオルグを倒せる。そして一緒に無事で帰れるって。僕はそう信じてるから。そうですね、必ず世界を救い、そして生きて帰りましょう。二人で一緒に戦えば必ずそれが叶うはずですから。すでに風神の扉は開かれているようです。やっぱりゲオルグはこの先にいるんだ。急いで追いかけて神の復活をやめさせないと。そうね、絶対止めなくちゃ。待て、ジーノス。そのまま行ってもゲオルグに勝つことはでき。その傷は？ゲオルグにやられた。ゲオルグと戦ったの？どうしてあなたが？神を復活させた後、今度こそ完全に滅ぼさねばならん。そうしなければラグラノクに真の決着をつけることは。神を滅ぼすことができるのはお前たちしかいない。ここでゲオルグをとどめておくつもりだったが。だけどジーナス、お前がそこまでやられるなんて正直信じられねえよ。俺はゲオルグを数えきれぬほど倒したが、その度に奴は立ち上がってきた。消耗戦に持ち込まれてはゲオルグを倒すことは不可能だ。交流を失ったままでは勝ち目はない。だけど交流はもう。いや、交流のソウルは貴様の中に残っている。ドラグナーでもないゲオルグに奪えるのは竜のエネルギーのみ。でもコウリュウは僕の呼びかけに答えてくれないんだ。すべてのエネルギーを奪われ、意識を形作ることができないだけだ。コウリュウの意識を呼び覚ます方法がたった一つだけある。今となってはそれにかけるしか。どうするの？貴様は交流への呼びかけを続けろ。あとは俺がやる。交流、聞こえるかい？交流、交流。ダメだ、返事がない。やっぱり、交流を蘇らせるなんて無理だったんじゃ。これは。ユーマ、聞こえるか？
おお、ユウマ。よかった、コウリュウ、そこにいたんだね。ああ、竜の力が足りず我としても意識を維持できなかったのだが、どうやら外から力が送り込まれているらしい。おかげでどうにか意識を形成し直すことができた。だがどういうことだ、我の力だけでなく他のユグドラシルの力も送り込まれてきている。陸竜、海竜、空竜、そして冥竜、全ての腹からたちの力が。きっとジーナスがどうにかしてくれたんだよ。でも一体何を。ジーナス、俺がこれまでに集めた竜のエネルギー、確かに渡したぞユーマ。ジーナス、まさか。ジーナス、これでいい。俺の中にある竜の力を全てお前に渡せたはずだ。それで交流が。でもだからって、心配するな。長年にわたって竜の力にさらされ、俺の肉体は変容している。この程度ではまだ死にはしない。これで交流の意識はよみがえった。だがゲオルンを倒すにはおそらく交流の力を全て解放することが必要になる。そうなればお前は。待って、そのことはみんなに知らせたくないんだ。そうか、交流か。全てお前に託そう、ユーマ。わかった。ありがとう、ジーナス。それでは行ってこい、ユーマ。うん、みんな、ゲオルグを倒して神を滅ぼそう。そうね、世界を救うために。まだ世界はカタストロフに覆われてはいません。神を滅ぼせばきっと。よし、
思ったよりもダメージは大きいな。だがまだ倒れるわけには。俺には最後に一つなすべきことがある。それをやり遂げるまでは。みたいだ。お前たちはそうか、ここまで追ってきたのか。光竜がここに。そうか、竜にあだなすものだな。あの男が集めていたユグドラシルの力を使って光竜をよみがえらせたのか。だが光竜の力があったとて無駄なこと。もうすぐ神は復活するのだ。どうだ、初めて見る神の姿は。古代の英知を感じさせる美しい姿だとは思わんか。先ほど誰かが言っていたな、まるで魔法具か何かのようだと。これはハイエルフの高度文明が生み出した魔導工学技術の結晶、竜エネルギー生成システムなのだからな。何だって。遥かな昔、自然界の力が凝縮された竜エネルギーをより効率的に刺激しようと考えたハイエルフの一派が作り出したシステム。それこそこの神なのだ。神を作り出したのがハイエルフだったなんて。当時多くのハイエルフも今のお前と同じように眉を潜めたという。竜の力を刺激するとは何事かとな。だが考えてもみろ、歌などという非効率的な仕掛けに頼ってドラゴンと協力するよりも、竜の力を単純なエネルギーとして利用するこのシステムの方がはるかに効率的で、そして美しいではないか。そんなのどこが美しいっていうのよ。しかしこの効率的かつ美しいシステムもまだ完全とは言えん。自ら意思決定を行う機能を欠いているからだ。だから私は神を継ぐ。私が神を継ぐことにより神は意思を備え完全なものとなる。かつてウロボロスが夢見て刻印教会が引き継いだその悲願が今こそ実現するのだ。私は今完全な神となる。ユグドラシルをも超える力を備えた完全な存在にな。
完全な存在？神が完全だっていうのか？そんなことあるはずがない！カタストロフを引き起こして世界に苦しみや悲しみを撒き散らす、そんなものが完全な存在であるわけがないんだ！愚かだな、交流を宿する者よ。神というシステムはカタストロフを含めて完璧に構築されているのだ。神は自らを崇める者にカタストロフから生き延びる術を授ける。カタストロフで滅びるのは神を信じぬ者たちのみ。神に従わぬ者は自らの過ちによって滅び、神を崇める者たちのみがその後の世界を築く。これほど完璧なシステムがあろうか。イカれてやがる。私が神を継ぐ神聖な儀式の前に、この空間を浄化しておく必要があろう。ユグドラシル5体のエネルギーを注入したことで神は目覚め始めている。だが神の力を震えるようになるまでもうしばしの時が必要だ。それまでの間に今度こそお前たちを完全に滅ぼす。行くぞ、容赦はせぬ。
倒したぞ。